想定通り、統一教会が、マスコミが話題にする条件を握っていたとしたら、敗北は、その権利の喪失にはなる、はずで。その時、同じく想定通りなら、それは機械的な、そういう選抜にはなる、ことになる。後進国を侵略しない、復興できるそういう人が、今後は選ばれ前に出る、というのは理想としては、問題ない。統一教会は形骸化していくのか、あるいは。何かの強制力を国のために、そういうそれは今は消えた？しかし、マスコミの傾向もまだ傾いてる気はするし、日本も広島に撃たれただけでは降伏しなかった、そんな事実もある。あれが勝利が分かったから敗戦を受け入れたのか、それとも無理だと思ったからか、それでも事態の絵は変わってくるだろうか。世界情勢は微妙に温度を変えつつある感じもある雰囲気。